キンプリファンの分断、ナンバー・ I の結成で揺れるファンの心。キンプリの2対3分裂キングプリンス、キンプリ、として、日本のエンターテイメント界で多くのファンに支持された岸優太平野紫耀、神宮寺勇太彼らはジャニーズ事務所の一員として活動し、その絆と才能で多くのファンを魅了してきました。 しかし、一時の衝撃的な発表により、グループは完全に二対一三に分裂することになりました。第一章、ナンバー I の誕生。2023年、岸優太が滝沢秀明氏の新事務所、戸部に合流し、同じ元メンバーの平野氏を、神宮寺優太と共に新グループ、ナンバー I ナンバー I を結成しました。 この衝撃的な発表により、キンプリは事実上の解散となり、多くのファンに驚きと感情の波が押し寄せました。2> 第2章、ファンの反応。この発表に対して、キンプリファンからは賛否両論の意見が相次ぎました。一部のファンは、シユゆうらが新たな道を歩むことを指示し、3人は新しい道を選んだだけ、との立場からポジティブなコメントを寄せました。 一方で、長瀬門と高橋山の二人体制で活動を続けるキンプリファンからは、三人で新グループって裏切りとしか思えない、完全にタッキーの引き抜きじゃん、といった否定的な意見が紛失し、ファンコミュニティ内での論争が続いています。第三章、ドラマプロデューサーの発言。さらに波紋を広げたのは、TBS のドラマプロデューサー上田博樹氏の発言でした。 上田氏は自身の SNS で、長瀬高橋を支持する姿勢を示し、ウメル、ナンバー、アイ、メンバーに対して厳しい言葉を発表しましたた。この発言は、ファンコミュニティ内で大きな議論を巻き起こし、両グループのファン間の対立を一層激化させました。第4章、メンバーの絆は変わらず。 一方で、ナンバーアイのメンバーとキンプリのメンバーとの間には、仲の良さや絆が確かに存在していることが明らかになっています。過去のラジオ番組やテレビ番組での発言やエピソードを通じて、彼らは互いに尊重し、友情を大切にしてきたことが伝わってきます。 また、3人の脱退はあくまで個々の選択であり、裏切りではないことを示唆する言葉や行動も見受けられます。第5章、ファンの分断はメンバーたちの望むところではない。キンプリのメンバーたちにとって、ファン同士の分断や論争は望ましいものではありません。 彼らは自分たちの選択を尊重し、新たなステージでの活動を楽しみながら、過去のメンバーとの友情を大切にしています。ファンもメンバーたちの新たな試みを支えつつ、過去の瞬間に感謝の気持ちを抱いてほしいと考えるでしょう。ファンの愛と理解がファンダムの調和を取り戻す。ナンバー・アイの結成によるファンの分断は避けられない部分もありますが、 キンプリのメンバーたちが互いに友情と尊重を示していることは確かです。ファンは彼らの新たな試みを応援し、その活動を支えることでファンダムの調和を取り戻すことができるでしょう。愛と理解がメンバーたちの新たな一歩を応援し、ファン同士の結びつきを強化する鍵となるでしょう。